今日海開きした和歌山県太地町の鯨浜海水浴場、海の中に設置された生けすの中から放たれたのは2頭のクジラです。普段は太地町立クジラの博物館で飼育されているハナゴンドウのサツキとシロで、体長は3メートルほどです。海水浴をしながらクジラを観察して楽しんでもらおうと、2008年から毎年行われています。びっくりしたな。大きかったもんな。イケスから出てくるのは毎日午前11時と午後1時の2回、それぞれ15分ほど。このイベントは来月16日までです。